今回はデータ分析の八回目箱ひげ図について見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう箱ひげ図ねこれねすごく面白い名前なんだけど本当に箱にこうやってこうひげがピョーンと伸びたような図が出てくるんだ具体的にはこれこんな箱があってひげがピョーンピョンと伸びるこれを箱ひげ図と言うんだ でねなんでこんなユニークな図が出てくるかというとやっぱりそうデータ分析の上ですごく大切な話あったこれだねおさらいするよデータ分析する時まずはそのデータを小さい数値から順に並べていくで大きい数値までいくわけね。でこの数値を考える上ですごく重要な数値あったよね。それは「四分位数」といった。 四分位数とはこのデータを4等分した時ど真ん中でパックリ割った中央値のことを Q2 といったで下半分の真ん中の境目それを Q1 といったそして上半分の真ん中の境目を Q3 といったこういう4等分した時の数値とても重要だったよね。でデータをね分析する上ですごく重要なんだけど。 毎毎回毎回こんなな図いいてられないよねしかもデータの数ブワーッと膨大にあるわけだしそこで考えたわけだなんとかしてこれをまとめてね図に表せないかとそこで登場するのが箱ひげ図なわけね箱ひげ図そうこれを図にしたのが箱ひげ図なんだよ。上と下見比べてみようまず そうだねこのヒゲの先端から考えると上と見比べてわかるようにそう一番こちら側は最も小さいところの数値を表しているつまり最小そして一番右のヒゲは最大を表しているこうすることで最小値どこまでですよ最大値どこまでですよ図で表すことができる。すると今度見比べてみてみ 縦のの線入ってるるつあるよね箱ひげ図も見ると縦の線が3つ入ってるもう分かったはずそう Q の数値を表すのがこここの縦線そして中央値ど真ん中の値を示するのがここさらには Q はこちら。ということで最小から最大までとそしてまでと。 この真ん中に偏ってるとこころね Q 1, Q 2, Q この真ん中の人たちも表すことができたそして最後にもう一個細くね一個あるでしょうこのへそみたいな目みたいなやつこいつはそうだね平均値みんな中央値と平均値の違いはこの授業でもやったと思うんだけど平均値中央値 の Q2 と平均値は違うことが多いからこの中央値とは別に平均値をこのおへそみたいな記号で書くわけだ今日はこの箱ひげ図最小最大 Q1Q2Q3 そして平均値を表すこのポイントを押さえて問題を見ていこうじゃあ例題見ていくよ。 ある高校一年生10人の英単語の小テストの点数を箱ひげ図で表したものである箱にひげがピョーンと伸びた箱ひげ図で表したものである最小値最大値第三四分位数 Q3 平均値を求めようという問題ね今回は英語の小テストをやったで、そのテストの結果をこうして箱ひげ図でまとめたものね さっきみんなと確認したのは横のこういう形でひげが伸びたやつだったけど今回は縦バージョンね縦バージョンでもよく出てくるからで求めるのがここ最小値からほにゃ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 とさあじゃあどうするかそうだね今日はまず箱ひげ図何が何を示,す示しているのかをちゃんと抑えられるようにしようでこの箱ひげ図を少し拡大してみたんだけどおさらいしよう まずこことここ何を示しているか分かるかなそうだね点数見よう上に行けば行くほど高い10点下に行けば行くほど低いわけだからこの場合には一番上がまあ最大最大値と言えるわけね最大じゃあ下は最小一番下が最小を示しているわけ。 これが分かることによってまず最小値最大値図から読み取れるんじゃないかな最大値というのは一番上ここまで来てるわけだから10点がいるわけだつまり最大値は10点がいるからもうこれがそのまんま答えになるそして最小はどうかどこまでいくかというと4のところだね。つまり最小というのは4点 と図から読み取れる。まあやっぱりこうして見てみると箱ひげ図便利だよね。さらには第三四分位数９３これもわかるんだ。第三四分位数どれだろうね。この線かな？この線かな？この線かな？うん。じゃあ打っていくよ。そうだね。今回上が最大、下が最小ということは小さい方から順に Q1、Q2、Q3 だった。だからこちらが Q1、そしてこの真ん中の線が Q2、一番上の線が Q3。そうだね。これらはなんだっけ？データのこの人数を4等分した時の境目の線だったね。データの人数を4等分した時の境目の線。で、Q3 上半分の境目の線がここだった。 じゃあこれどうなってるかを見るとここだね9点つまり Q はここに書こうか Q は図から読み取れるのが9点ということが分かったこれが答えねさあそして最後に平均値平均値についても見ていこう。 平均値はそうだねこの中ではこんな形おへそみたいな形で描くんだったよね。で平均値のこれどこにあるかというと7のところにあるつまりこれが平均だから黄色で書くと平均は平均値は7点だった。7のところにあるから7点と分かるわけね。 今回みんな押さえてほしいのはこの箱ひげ図何が何を示しているか最大、最小で小さい方から順に Q1、Q2、Q3 おへいは平均値これを押さえてね <music> じゃあ練習見ていくよ次のデータはある喫茶店における7日間の来店客数を調べたもので平均値は 約82人だったこのデータの箱ひげ図を書けという問題ね。うんまあ喫茶店の問題前回の授業から連発してるんだけど実はこれね先生の実家が喫茶店なんだよ。まあ、それはどうでもいいんだけど喫茶店の来店客数を箱ひげ図で書くという問題だね。じゃあ箱ひげ図書くためにはこのデータのうちどんな値を読み取ればいいのか。 それは思いい出ししてほしいこんな箱ひげ図あったよね最大最小あってで真ん中の箱の部分に3つの線があった Q1Q2Q3 四分位数が必要だったよねさらには平均値これだけあればかけるわけだ。で今問題文優しいことに平均値は約82人と平均については教えてくれてるから最大最小それから四分位数を求めていこう。 じゃあまずこのデータ最大最小四分位数を知るために整理していくよ小さい方から順に並べていって67こうして四分位数とか知るためには小さい方から順にデータを並べることが重要70で78人80人とそうだねまあ雨の日とかねなかなか客が来ないからねそして88人92人と。 88人、92人、さらには98人とうんこうして7日間のデータ小さい方から大きい方へ並べることができたするとまず分かるのはそうだねここが最小そしてこちらが最大箱ひげ図で書く材料のうち2つが手に入ったわけだ。 さらに何をするんだっけこれ超重要だからデータ分析では四分位数すごく大事四分位数とはそうだね、うん、これらの度数まあ人数とか個数なんだけどこれらを四等分したその時の境目それを四分位数で表したつまり今データ七個あるわけだよね七個あるその境目でまずは割っていくど真ん中の境目で割る そして下半分の境目で割る3つデータがあるうちの真ん中で割るからここそして3つデータがあるうちの真ん中で割るからこここうすることによってデータ4等分できたわけだ4等分した時のこの境目の値このことを四分位数といって小さい方から順に Q1Q2Q3 となるわけね。すると最小最小大分かった 1> 1の数値もももかかかっっったも分かったたこれで箱ひげ図書けるわけだ。じゃあ書いていくとそうだねまずは67つまり高加工60と70の間のまあ70寄りのところそこに最小の線を書くと。ね、で次に q が70ということはこここっから 線が始まるわけさらには Q2 が80ということは次の線は80のところで始まるわけねさらに Q3 が92ということは92よりちょっと上ちょっと上のところで線がいけるで、この四分位数を持って箱が完成するから箱を作っちゃおうこんな形ねここもうちょっと綺麗いにしようか 67のところでくっつけてもうほとんど完成してきたよね最後に最大の98と平均値を書いておしまいにするよ最大の98は100人よりちょっと下のところでこんな形で線をくっつけてそして平均は82人と出てるわけね平均は82人80のちょっと上におへそをくっつけて。 そうすると、見てこれ箱ひげ図が綺麗にできるわけね今日のポイントをおさらいするよ箱ひげ図箱ひげ図こんな図だったよねみんなが覚えるポイントはこれが何を意味しているかそうだね、ひげの先っちょはそれぞれ最小最大を表していたそして箱のこの三つの線三つの線は 1> Q 1, Q 2, Q つまり四分位数を表していたわけ。そしてこのおへそのような印これは平均値を表していたわけ。この箱ひげ図が何を意味しているかこれを今日は押さえてね。